茶道を極め、茶聖とも呼ばれる千利休。利休は茶の湯を茶道にまで極め、和議の精神を重んじた。彼はただお茶を飲み続けていたわけではなく、実は豊臣政権の政治運営のキーマンにまで上り詰めるのだ。なぜただお茶を入れていただけのはずの千利休が、副沢のような立場まで上り詰められたのか。今回は彼の真実の姿に迫っていくぞ。千利休とかいうお茶好きなだけのおっさんが歴史に名を残した理由。なんや？ぶっちゃけお茶好きなだけやろ？お茶作るのうまいだけでなんでこんなもてはやされたの？ノップに気に入られたからや。ノップといい関係。あれは戦人だ。あれ忍者やぞ。忍者やろあいつ。忍者の親玉って漫画で覚えたわ。鑑定団のヒゲおっさんみたいなもんよ。物の価値を決められた。茶とその関連商品で当時の富裕層に新しい娯楽を提供したんだよ。お茶の楽しみ方を想像したんやろ。朝鮮の出来の悪い茶碗をわびさびとか言って捨てました。こいつがこれはわびさびがあって素晴らしいって言ったら、その茶器がすごい勢いで値上がりするんやろ。笑いが止まらんな。すげえ遊んでたんだよな、女たらし。茶がすごいって理解できない奴は田舎者って言いまくって地位を確立したんやぞ。一流の経済人なんやけどな。茶の湯という戦国時代の社交をリードした超一流の文化人だろ。実際こいつは悪党だったと思う。茶器バブルの元締めやぞ。わびさびの文化って禅にも通ずるすごい哲学と思うけど、晩年は欲が出て失敗したよな。坊主が政治やろうとしたらそりゃ殺されるで。単に影響力でかすぎてリスキーってだけやろ。元から欲の塊みたいな人間やぞこいつ。マイスのそしり受けまくってたし。経済面はわかるけど文化面はなかなか現代の感覚からするとわからんな。最後切腹してて草。千利休って日本屈指の文化人だったのになんで切腹させられたの？武士でもないのに。臭かったんじゃない？茶室って狭いから脇が一人いると地獄だし。脇がのくせに自覚ないやつとか殺したくなるもん。案外これが真実だったりして。大物と仲良くなったからって天狗になってたからな。秀吉の小物っぷりの犠牲者。秀吉のへりくつみたいな理由で切腹なんだろ。実際は切腹させてないとも言われてるけど、有名になったのは秀吉のおかげだし。三成の政敵だから。武人ではないが副沢的存在。日本のラスプーチン。ラスプーチンとは、ロシア皇帝を陰で操った階層と呼ばれる、帝政ロシア時代の農民出身の僧侶。難病である血友病を患っていた、ロシア皇帝ニコライ2世の息子であるアレクセイ皇太子。ところがラスプーチンが祈りを捧げると皇太子の病はすっかり回復。この治療で皇帝の信頼を得たラスプーチンは、大臣の人事にも口出しするほどに宮廷に大きな影響力を持った。一商人が秀吉の右腕ってすごいな。茶組坊主も平坦担当してただろ。わびさびの世界を確立させた。朝鮮から拉致した女に教えてもらった茶道を広めたって、利休が主役の映画で見たような気がするわ。まあ朝鮮から文化を盗んだクズやわ。いろいろ知りすぎてる上にもはや用済みになったから、割とマジで。ええ、かわいそう。秀吉はそんな理由で殺さんで割とマジで。普通に秀吉の権勢をバカにするような言動を繰り返してやめなかったからや。いけすかない野郎だったんだろう。でかすぎてムカつかれたんでしょ。利休の甲冑が残ってて推測で身長 180cm くらいあったらしいな。大物商人だったんだろ。秀吉がくぐる門の上に自分の木像を置いたから。つまり利休は自分が秀吉よりも上だと主張した。この後国家安康でやられるんだから縁が多い方だね。たかが茶人のくせに調子に乗りすぎたからだよ。中の利休くらい謙虚か、奥の利休くらい大物ならやられなかった半端だった。茶人は表の顔、本性は政治の人。文化人だけど境の豪商。現代でいう占い師みたいなものだからな。しかも客は全て大物。その後茶人で政治向きなことに首突っ込んだ馬鹿はいないのが全て。お茶が流行りすぎてたからな。領土より茶器の方が欲しいって武将がいたぐらいだから、そんな奴らにとっては秀吉以上のカリスマだった。大体茶碗一つが白一つと同じ価値とか頭おかしいだろ。物品の価値なんざそんなもん。現世のダイヤやブランドと同じ。茶器って課金ガチャのアイテムみたいなもんだから、課金煽りしすぎて行政処分区だったんだろ。力を持ちすぎたんだよ。大大名にも意見が通りすぎてたからな。茶室はいわば密会の場所。裏でどう取引されるかも危ないと悟った秀吉が手を打った。秀吉の死後に不安を残さないために。会社の喫煙室の主みたいなもんか。武士じゃないのに切腹なのはそれだけ地位が高かったから。切腹って武士の名誉じゃないの？利休は堺の商人や堺。茶人っつか堺の豪商のご隠居なんですっげえコネ持ってた。
だから博多の商人が測ったという説はあるみたい。商人たちの争いか。堺の豪商たちへの見せしめとかはあるのかもな。機密をベラベラ喋ったのかな。裏で糸を引くこともあったんだろうな。ひでえ話やで。堺の商人たちは秀吉が強くなりすぎないように暗躍してただろうからな。大陸進出を狙う秀吉は堺より博多の商人を重宝するようになってたのは確か。利休の死後、秀吉は必要があって茶室を新造することになった。障子につける針のサイズをどうするべきかと家臣から尋ねられたが、秀吉はそういう細かいことを気にしない性質なので答えに窮してしまい、思わず出た一言が利休が生きていれば古くから伝わる茶道の本に出てるネタだったはず。人の切腹を笑うな。秀吉は頭いいよ。ただの茶器を国宝まで価値を上げて、部下の手柄に茶器を与えればよくなったんだから。領地や金を使わずに部下の武勲を称えられるようになったんだから。その宣伝マンの役割が終わったから殺した。宣伝マンが力を持ちつつあったからね。それやったの信長やで。信長は偉大だな。利休の本領は戦争屋だよ。大名渡り歩いて武器商人やってた。決定打になったのは売ってるのが茶器だけでなく武器も売買してた。その武器を相手方徳川に内密で売りさばいて莫大な富を得たことを石田三成が知った。そこで怒った秀吉が打ち首にするところを武士の情けで切腹させたというのが一番の有力説。武器商人の元締めみたいなもん。もちろん秀吉の権威看板あってのもの。商人とっては天下太平は困る。ビジネスチャンスは減るしかならず統制が強化される。利休や堺の商人たちは、わび茶をすすりながら戦の火種を絶やさないことに苦心していた。気に食わない大名の敵対勢力にお勉強価格で武器を販売。茶器でボロ儲けした金で充当する。利休の茶道はわびさびを大事にするけど秀吉は黄金の茶室だからな。茶道でも相入れなかったのかもな。死んだ時70ぐらいだろ確か。あの時代なら大往生じゃないか。武器より茶器のが金になる。戦を仕掛けさせたのは茶器を売るため。これ違うと思うな。客が武器を買うと茶器を買う金がなくなる。茶道で得た地位と金をクーデターに使ったって方が理にかなう。クーデター？商人が？商人だからクーデターでしょう。地位と金持った武将なら仲間募って対象として戦するでしょ。千の利休は将軍になりたかったってこと？クーデターって言葉の使い方間違ってる気がする。クーデターは有力者を担ぐ行為でもあるから間違ってない気がする。軍事による政権転覆じゃね。最終的に徳川の世になったからクーデターは成功と言える。本人は死んだけど。徳川の世にしたのは利休じゃないだろ。力を持ち始めて目障りになったのか。力を持ったってか知りすぎた男になっちゃったんじゃないかね。信仰のサブカルチャーの競争みたいなもんやろ。武器商人がメインのやつが後々に残る茶道なんか作れないよ。わび茶の簡素に見えるもてなしや茶器製造の裏にはものすごい手間と金がかかってるから。しかも当時の伝統的な作法とは真っ向喧嘩売るような斬新なものだし、武器売るために茶の湯の筆頭にまで上り詰めるのはあまりに効率が悪い。弟子の山上宗次が秀吉に殺されてるからな。もうそっからは敵対関係になってたんじゃないか。賢い人は殺される。武将の賀茂氏里や細川山菜たちだけじゃなく、商人の利休も命張って生きてた時代ということだろう。賢い人は殺される。大陸で単壺として使われてた焼き物でも、利休がこれはいいものでござるといえば一国に値する茶器になる。そういう絶大な権威に育ったから危険視された。関ヶ原合戦に先立ち、徳川家康は大砲を発注を思いつき、近江国国とも鉄砲村に依頼したが、あろうことかここは石田三成の領地内だった。三成は兵を送って製造準備、着手、利口の提供を阻止しようとしたが、徳川家康の方が警備兵を送り込んでおり、失敗。このように商人には商人の暮らしぶりがあり、敵に武器や兵糧を販売することもある。ただの茶人じゃなかったからね。豊臣秀長が講義のことは私に、内々のことは利休にっていうくらい。利休が死の商人というか、お友達に死の商人がいて、茶室がその窓口になってたんでない？そういうことなら、力を持つってのもわかるでしょ。どこぞの大将と武器商人と私をつけられる、対抗にも通じる。もともとは堺の商人でえげつない商売やってたらしいからな。坂本龍馬といいこいつといい武器商人がなんで美化されるのかわけがわからん。秘書みたいなもんやで。そもそもなんで茶人が秀吉のアドバイザーやってたん？堺の豪商やったから。堺の商人でつてを持ってたからでしょ。金持ちやし茶室は密会にちょうど良いから。マナー講師がくっそい切ってたから切腹させられたんやろ。戦国の世なら当然だよな。マナー講師だから殺された説好き。
利休の本名は田中義郎とかいう現代にも探せばいそうな名前でくさ。実は切腹させられてなかったかもって NHK でやってたけど。俺も見た。切腹したと書いてある信用できる一時資料はなくて、実際は追放処分だったのかもしれないという話だったね。利休の奥さんと娘が捕まって蛇攻めにされたと長年信じ込まれた。一時資料で確定してるのは利休が松井康幸宛に出した書状で、京を追放された利休の見送りに、古田織部と細川忠興の二人が来たことが記載されてるからこれくらいやな。追放された後に、利休にも縁のある寺院に利休の銅像だか木像が掲げられてて、そこを参拝した秀吉がその像の下をくぐってたことを詰められたんじゃなかったん？大徳寺は天皇も臨行するとこやから、その三門に像を置くってことは天皇を足蹴にするのと同じ。利休が天皇の墓荒らしたのってもっと知られてもええと思うんやけど。いかがだっただろうか。千利休はお茶飲んでる場合じゃないだろ。と思った人はコメント欄で教えてね。今後も面白い歴史の話題を紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。